皆さんこんにちは。時刻は15時30分を回りました。ここからも引き続きウェザーニュースライブアフタヌーンをお届けしていきます。担当は岡本優子梨沙です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、先ほどちょっと初めての地震の情報が入ったのですごく焦ってしまったんですけどはい、本当ですか？落ち着いてましたかね？はい、ね、これからもっと先輩を見習って頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では早速ですけど早速急になんですけどですね、今日ダメですか？いいですか？本当に話が全然違うんですが、今日はまた衣装提供していただいていまして、今日の衣装協力の衣装のご紹介させていただきたいと思います。ワンピースはトッコクローゼットさんと、そしてアクセサリーはトロワビジューさんにご協力いただきました。ありがとうございます。ではまずはワンピースからご紹介しますね。ここでいいですか？はい、今日は黒ですね。上はこれくっついててワンピースなんですけど、あ、可愛いですね。私今日自分で全身で見てなかったんですけどそう、上は黒で初めてですかね、番組内で黒を着るのは。ちょっとお姉さんっぽくて、肩は若干パフスリーブになっていて、下はチェックですかね、これチェックのスカートでちょっと秋らしくなってます。で、後ろがちょっとマイクで分かりづらいかもしれないんですけど、コルセットみたいにリボンになってるんですあ、はい、どうでしょうか？はい、あ、ごめんなさい大人ゆい子で、そうなんです、今日はどうですか？素敵ですか？ありがとうございますはい、大人に、あ、服がですか？私じゃないんですか？ひどいひどくないですかひどいはい、今日は大人なワンピースと、そしてパールのアクセサリーですね。素敵なコーディネートを今日もしていただきました。ターンしときますか？あどういうターンですかどうですか？あ、いいですか？合格いただきました。ありがとうございますねえ、ちょっと待って、忘れてた。ちょっとやめてくださいちょっと待ってちょっとやめてください、見ないでくださいこっち？ちょっとなんか微妙な反応しないでくださいよ。すんごい微妙な笑顔、やだ、ちょっと本当にやだひどい。え、本当ですか？え、でも私ウィンク得意だと思ってたんですけど失敗し、あ、じゃあ遠目でお願いします。こっち、あ、こっちあー、なんかください。じゃあどうしようあ、じゃあ行きますねなんかあんまり反応がよろしくなかったんで終わりにします、これでダメでした。テイク2もダメということで、はい、何をやらされてるんでしょうか、私は本当にひどい。ありがとうございましたはい、ということでね、ここまで、ご衣装の紹介させていただきました。ではここからは、紅葉リポート見ていきましょう。はい、紅葉リポートをいただいています。